北九州市の消防士がウェイクボードのプロツアーでの優勝賞金を火災復興支援のため商店街に寄付しました。寄付をしたのは北九州市消防局の職員で消防士の梅本周平さん43歳です。プロのウェイクボーダーとしても活動している梅本さんはおよそ2年の間に小倉駅周辺の繁華街で4回の大きな火災が発生したことを受け、復興支援のためにツアーで獲得した賞金の寄付を決めました。そして今シーズン初めて出場した先月のプロツアーで優勝し、賞金の10万円全額を今日魚町1丁目商店街振興組合に寄付しました。賞金を取れたら必ず魚町に寄付したいというのはもうその時から決めてました。改めてこう火災予防をどこに予防すればいいのかっていうのを考えていただくきっかけになっていただけたらいいなという思いです。現在戸畑消防署の予防課に所属する梅本さんは、火の扱いに慣れている飲食店でも火を使ったら絶対にその場を離れないでほしいと話していました。